大勢の株主が集まりましたね。皆さんすごいカスタムをしていますね。皆さん、しんちゃん、こんにちは。はいはい、今日はね、5月5日、はい、ゴールデンウィーク、もうそろそろ最終に入りましたね。はい、はい、今日はね、スーパーカブ90でカブミーティング出席します。やるじゃないか。5月5日にね、臨時第5回北関東株ミーティングが開催されるので、そちらに行こうとしております。やったー。はい、そうですね、まあもう北関東に行くのはこれで今回行くので3回目になるのかな。うん、まあそういうわけで、まあいろいろな株を見ていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、野田市入りましたね。はいはい、はい、あと少しで道の駅栄ですよね。はい、ここでちょっとね、知り合いと待ち合わせして、それからね、オーラの方に向かいますので、よろしくお願いします。それでは出発するのだ。さあ行くぞ。はい、待ち合わせの道の駅栄から出発ですね。ほい、これからね、1時間くらいかな。ほい、じゃあ行きましょう。到着ですね。株ミーティング会場来ましたね。もう結構人いますね。ああ、そうなんだ。おお、どうも。3人。
これあれだよね、ハンドルカードだよ。ああ美味しそうだから。すげえわ。
いいねこれ。ベースは普通の C50 かな。やるじゃないか。でホイールが10インチ。なるほど。メトルじゃないんだ。これでも、そう、ここも加工してる。見た目はいいな。下80キロメートル。なるほど。北関東株ミーティング終了ですね。じゃあこれからですね、お昼食べに行きましょう。まあそういうわけでね、ここからね3分くらいで着いちゃうんですけどね。はい、はい、はい、ですね、5分待ったんですけど注文取りに来ないので、次移動します。次向かうのはね、知床食堂。ここはね、デカ盛りで有名なのかな。うん。おお、こっちもいっぱいだ。かぶでかぶった。みんな一緒のことを考えている。デカ盛り食堂、知床なのだ。やあ、するのだ。海鮮丼がすごくでかいのだ。グッド。私は生姜焼き定食1080円を注文しました。やりました。ご飯が山盛りです。これが普通盛りなのだ。わお、肉に味が染み込んでいて美味しそう。普通より肉の量が多いのが嬉しいのだ。やるじゃないか。下から大きな肉が出てくるのだ。野菜と一緒に食べるのがいいね。肉、あ、すごい。いただきます。いただきます。これ絶対うまいやつじゃん。あとを引く美味しさです。野菜と一緒に食べるのが美味しい。ボリュームがあるな。頑張れー。
っている。やったこれはうまいな。はい、これでね、食べ終わりましたね。結構でかかったですね。うん、まあそういうわけで、これで釣りが終わりです。お疲れ様です。はい、じゃあまたどっかでお会いしましょう。はい、さよなら。